カリル・イブラヒム・アルガムディは、サウジアラビア出身のサッカー審判員。アラビア語、英語を話すことができる。副業として、リアドで教師を務めている。現在、2014FIFA ワールドカップの審判候補リストに名前を連ねている。北京オリンピックでは1試合を担当した。FIFA クラブワールドカップ2006では2試合を担当した。アフリカネーションズカップ2010では、 唯一の非アフリカ人審判として一試合を担当した。2010FIFA フフワールドカップでは2試合を担当した。2012年6月12日、W 敗最終予選オーストラリア対日本戦の主審を務めた。日本は恣意的な判定により内田が PK を取られ、そのシュートが決まり、勝ち点3を逃すことになった。ちなみにこの試合、 1>, 1から1の同点での後半ロスタイムにも日本にチャンスとなる FK を与えたが、本田圭介がボールをセットする途中で、試合終了の笛を鳴らすなど、最後まで疑問の残る試合となった。ナンアダブルハイでも笛を吹いており、その時はチリ対スイス戦でイエローカードを9枚、レッドカードを1枚出した。フランス対メキシコ戦ではイエローカードを6枚、 同じ年の ACL 川崎タイメルボルンでは、イエローカードを9枚、レッドカードを2枚出した。ありがとうございます。